はい、毎度いつもありがとうございます。ヒッシーでーす。さあ、依頼ナンバー62やっていきたいと思います。放棄された中継基地を復活させて、タールベルトを渡れというやつになってきますね。で、ハードマンじゃあは、大ハードマンですね。大ハードマンからもうかつてない、一番過酷な配送任務となるだろうと言われてます。まあ、なんでかっていうと雪山ですし、荷物が多いんですよね。で、車両とかはあんまり向いてないかなと僕は判断したので、フローターで移動するというところです。で、これ実は2回目ですね。やり直してるところです。途中でね、テロリストがいるところがあるんですけど、そこでちょっとボコボコにされてしまって、で、まあ、テロリストを避けるようなルートで行こうかなというところで2回目やり直してる時の、その時の動画を今ご覧いただいております。よいしょ。で、そうですね、まあ、これいつもお世話になってる充電装置なので、ここで、いいねを送っとくということをしてます。結構ね、いいねはもう送り倒していいかなっていうのはありますね。やっぱそういうつながりを大事にしていこうというゲームなのでね、いいねはしてるようにします。で、ここですね、ジップライン使おうと思ったんですけども、フローター持ってると、あ、そうか、ジップライン使われへんなということで、急遽歩きに変えるというところです。ジップラインも使えないんですよね。だから、まあ、ルートを確立していれば、トラックで来てもええかもしれないんですけどもね。ただ、まあ、そもそもハートマンのところにトラック持ってこなあかんっていうね、ちょっとしんどいのがありますんでね。まあ、もしくはハートマンのとこから落ち着いたところまで、フローターで運んで、そこからトラックという手もありかもしれないんですけども、一応この動画の中では僕は全部フローターで歩きで、行ってるっていう感じですね。距離も結構あるんですよ。で、位置を確認して、とりあえず、最短ルートで行けるように崖を登ろうという感じで今上がってます。で、このまま上がってるんですが、まあ、ちょっと右行こうかっていう感じで、ここから右に移動します。はい。で、まあ、一応このまま上がろうかなというふうに、ルートを決めて上がっていくわけですよ。で、結構こういう岩のところ登れそうで登れなかったりっていうのがあるんでね、それでズルってなることもあるんですけど、まあまあまあ、できるだけ歩きやすそうなところを多少遠回りになってもね、いいので、ぐるぐる、登っていくという感じですね。ハートマンの家の方を見ながら、登っていくわけですが、そして、ハートマンの池があるところですね、湖があるところの上まで到着して、ここからはそこそこ歩きやすいなって感じですね。登り切ったとこです。で、気をつけないとこの辺でこけるんですよね。あらあらって感じですね。だるいわ思いながら拾ってます。で、今ちらっと見えたんですけども、ちょっと寝床があるのでね、これ使わせてもらおうかなって感じですね。で、場所とかもね、しっかり確認して、まあ、一旦寝ると、そして旅立つっていう感じですね。やっぱネットでつながっているとこういうね、作ってくれてる人がおるんで、これまたいいねを送っとくという感じですね。さあ出発しましょうと、行くわけですよ。で、ちゃんと場所もね、確認しながらコンパスでね、あの方角かみたいな感じで行くわけですよ。で、途中でこんなね、お世話になってるというか、これはケースを修理するやつですよね。で、行こっかなと思うんですけども、BT が出てきたので、ちょっと迂回する、ちょっとだけ遠回りって感じですね。最短ではないけど、迂回していくみたいな感じです。こっちから行った道もね、結構歩きやすかったですね。こんな風に坂があるだけやったらもう全然サクサクサクっと行けるんで、おい。で、火山観測場やったかな、まあ、火山地帯の方に降りてくるって感じですね。だからエボデボの近くって感じですかね。エボデボと、古生物学者の間ぐらいにあるようなところです。こっから、抜けようと思うんですけども、この辺にね、テロリストがおるんですよね。テロリストのポールを発見するので、まあ、ちょっと
直進ではないけどちょっとぐるっと、南の方から、ぐるーっと回っていこうかなというルートを、模索するというところです。で、左から行こうかという感じですね。割と歩きやすかったですね、ここは。でこの右側の方から渡っていくって感じですね。ちょっと、テロリストの方はかすめるような形になっちゃうんですけれどもね、でかすめるがゆえにですね、ちょっとだけテロリストに見つかってしまうっていう事態が起こります。でポールに当たらないように気をつけるんですけれども、この岩、今ね左にある岩の後ろにポールが実はあるんですよ。でサーチされてしまうっていうね。はい、でこの時点でテロリストに侵入者がおるぞと、この場所におるぞっていうのが分かってしまうっていうので、ちょっと慌てるっていう感じはあります。ここだとちょっとグダグダになるんですよ。ほんでポールは気をつけながら降りていくって感じですね。まあ、割と端っこなのでしばらくテロリストは来へんやろうと思って、割とゆっくり降りてるっていう感じですね。ここら辺でちょっと慌てて降りて、荷物を落としたりとかしたら大変なんでね。で、あの川渡ろうかなっていう感じで、今降りてるところです。ポールも避けつつ、ここ渡ればまあ基本的に大丈夫やろうって感じで、思ってたんですけどもね、まあ、一応ここも川も浅いので、フローターはいけるっていうところで、このまま登るという感じです。ちょっと遠回りになってもね、テロリストは避けたいという趣旨で今動いてますんでね。でこの辺でね見つかってまうんですよね。よいしょ、ここでね、この辺ですかね。あ、そうそう、今見つかって撃たれてます。ただここを越えると、まあ、テロリストは追ってこないので、急げ急げみたいな感じでね、言ってるわけですよ。危ない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 っていうねだいぶ焦ってます。必死だいぶ焦っとるんですよ。ここでルートはね、見誤らないようにね、あーっていうね待って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 っていうか、だいぶ下まで落ちてます。まあ、あれはあの重要な荷物ではないんですけどもね、自分の武器なんで、まあで落としたやつを全部拾い上げてですね、最後かと、ちょろちょろ落ちてるやつがあるんでその辺を取ってから行くっていう感じですね。もうこんなとこでねつまずいたりするともう荷物がもう一気にドタバタバタ行くんで大変なんですよね。まあ、どっちみちちょっと大回り気味で行ってるんで、あんまりあのデコボコの道は行かないように、多少遠回りになっても平たいところで進むような感じで、進みつつ落ちた荷物を回収という。はい、だるかったですこれは。でこの辺にも、テロリストのポールがまだ立ってるんで、ここから右には行かれへんなっていう感じで、歩を進めるような形になります。で、川渡ってしまったんで、もう一回川渡らないとダメなんですよね。そして問題が発生します。赤いですよね、これ流されてしまうんですよね、水深が深いので。というわけではしごを立てるんですが、フローター持ってるとねはしご渡れないんですよね。だるって感じなんですよねこれなのでまあ一旦フローターを置いて、荷物を運んであっちに置いてっていう、行ったり来たり何往復ぐらいすればいけるかなみたいな感じでやるんですけども、あかん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 っていうね坂道に置いたらこんなことなんでやっていうね、こんなことは今までなかったんで大変でしたねこれ。でまあ全部はしごを行ったり来たりしてもう一回フローターに積み直して、目的地に向かうというところです。でここからはもう楽勝でしたね、平坦な道、まあ、多少デコボコはあるんですけども、ほぼほぼ平坦な道を、ゆっくり歩いていくような感じで目的地に行けるっていうところですね。
でコンパスで確かめるともう見えとるよというところまで来たので、まあ、ここからは安心して、いけるかなというところですね。もう正面に見えてますよね。というわけで、物資を持って拠点に到着ということになります。一応 S ランクでしたね。ダメージ受けたのはあの運ぶ荷物ではなくて自分が持っている武器の方やったのでね、割とさっくりといけたって感じ。君のおかげでここまでつながった。タールベルトを西へ渡ると最後のエリアだ。アメリまであと一歩、アメリカの復活まであと一歩だ。エッジノットシティに向かってくれ。ここにはスタッフを派遣しセーフハウスを建てる。やがて新たなブリッジズの拠点としてよみがえらせることができるだろう。タールに沈んだ仲間たちの意思を継ぐことも可能になる。君のおかげだサム。さあタールベルトを渡る方法を考えよう。頑張ってください。ん？どうすんねんみたいなね感じになるんですよ。ちょっとねここヒント少なめでしたね。ちょっと僕も呆然としてます。どうしたらいいのこっからみたいなね。タールベルトを渡れっていうね、方角的には一応あのマークは出てるんですけど、どうしたらいいのみたいなね感じです。でここに誰かの車があるんで、ここまで車で来た人おるんやなっていうのが分かったんで、まあおそらく車で行きやすいルートもあるんやろうなっていう感じなんですけども、まあ僕は歩いてきたっていう感じですね。でこれまあどうするかっていうとですね、この近くで、BT が出てくるんですよね。でわざと捕まるっていう方法を取りました。取りましたというかそれでしか渡れないんですけどもね、まあちょろちょろヒントはくれるんですよね。なんかこうなんか今までの方法でなんかやり方ないかみたいな言うてくるんですよね。でまあ BT 現れたらプカプカ出てきますよね。なんかがあれを渡るっていう方法を取るんですけども、まあ、僕の場合は渡った上で BT 倒したら渡れてる状態で復活するのかなと思ったんですけども、この先なんですけれども多分倒せないですね。今の時点では倒せないんですけども、 BT を避けながらどん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 建物を渡っていく、出現したね、過去の産物がボコボコ出てくるんで、そこを渡りながら向こう岸へ渡るという方式を取ります。それが、今からちょっと見ていただくやつですね。はい、というわけでですね、引くほどでかいBT が出てきてね、ちょっと困りましたね。何これと思ってたんと違うみたいなね。まあ、ちなみに、攻略法で言うと、もうこいつらを避けながら渡るっていうのが正解なんですけど、一応僕はこの時ですね、ここに出てくる BT 倒せば向こう側で流れ着いてんちゃうかみたいな感じでやろうと思ってたんですけど、こいつら倒せんのみたいなねそんな感じにはなってました。でどうもね、地形を見る限りこれ渡るってことかみたいなのはなんとなくうすうす感づいたというか察したというかね、いうとこはあります。今実際それが正解ですね。その渡っていくのが正解って感じ。一応だからこの攻撃を加えてみようとしてるとこですね今。ただ出てこうへんなみたいな感じで、まあ、基本的に襲ってくる気配はあんまなかったですね。襲うというよりかは、まあ、渡ってる途中に邪魔されるんだろうなみたいな感覚やったので、どうも戦う感じではないなというのがこの辺でうっすらと、気づきつつなんとなく進んでるって感じですね。そうか、その方法があったか。見事だサム、君のおかげで希望が先へつながった。そうそう、でここでダイハードマンがあ、なるほどねっていうのを言うてくれるんで、あ、じゃあこれはやっぱり建物自体に渡っていくだけでええだけなのねっていうのはなんとなく分かったみたいですね。ただ攻撃効くかどうかちょっと一発ぐらいは試したいなっていうので狙ってるとこはありますね。で一発だけ当てたんかな、グレネードかなんかを。でもうそもそも体力表示が出なかったような気がするので、多分ここではこいつら倒せないんやろうなっていうのはなんとなく分かったっていうところがありますね。チャンスタイムです。えい、今
まあ、ちょっと体力ゲージ見えたような気もするんですけどね、まあ、バーンってやった瞬間は体力ゲージ出てなかったんで、おそらくここでは倒せないんだと思います。渡るしかないんやろうなっていうところですね。でしかも変なところで倒してしまったらタオルベルトに沈むだけなんでね、こんな場所で倒しは多分いけないと思います。感じですかね。一応ノーカットでね、進んでるところは見てもらおうかなと思うんですけども、もうだから見てもらうだけですよね何も解説する必要がないんですけど、これまあちょっとハードやったらどうかわかんないんですけどもね、あんまり多分グズグズしすぎててもあかんと思います。多分建物沈められてタールをダラダラ歩いてるところを食われて終わりみたいな感じになると思うので、ある程度サクサク進む必要はあると思いますね。ハードは多分より迫ってくるんかなという感じで、一応ノーマルでやってるんでね、分かんないんですけども、まあ、こんな感じでサクサクいくっていうことですね。あ、ちなみにこのビーチというかこの BT と戦闘になる時のこの地形のあれなんですけども、過去が流れ込んでくるんですよね。ビーチって過去も時間の概念がないんですよね。だから過去のものとかも全部あるんですよ。だからこれは今デスストランディング以前の建物がバンバン出てきてるっていうところですよね。トラックとか、車とかね、今のこのサムが生きてる時代のデザインではない車とかもありますし、この建物とかも過去にこういう建物がありましたよ、デスストランディング以前にありましたよっていうのが出てきてるという感じです。でその建物を使って、向こう側へ渡れというね、そういうミッションになるわけですよ。でもうそろそろゴールですね。なんかあるっていう風に金色の糸があると思ったらアメリが立ってるなっていうのはなんとなく遠くからも分かるっていうところですね。でここへ来てなぜかバランスを崩すっていうねもうええわ思って行くんですけど、さあこの辺で何かイベントが起きるのかとね、起きない行ったらええんかなっていうところで、魚に食われたくないなと思いながら、まあ向こうに魚おるなみたいな、なんとなく見つつ行ってまえと、よいしょで後ろに魚が飛び出してきてゴールっていう感じですね。てな感じで、このタールベルトは渡れましたよっていう、そういうお話になっておりますね。でいよいよこの次がエッジノットシーに、行くっていう感じなんですけど、その前に配送センターがあるんで、この配送センターで、依頼を受注して、エッジノット市に向かうっていう感じですね。こっからはあんまり広いというわけでもないんですよね。なんか元々の、そこそこ都会やったところが廃墟化してるみたいなところを歩いていくっていうところです。でちょっとね BT も変な感じになってたりとかねするんですよね。もうちょっと実態に近いような感じのやつが出てくるんですよね。 やけに生々しいっていうような、ちょっと捕まったらどうなのか分からなかったんですけどもね。であとクラゲみたいなやつとかね、もう 丸見えのやつが出てます。なんかただのクリーチャーみたいな状態で出てきてるんで、まあ気味悪かったんですけどもね、いう感じで、あともうここからも怒涛のごとくボスバトルとエンディングが待ってるっていう感じですかね。はい、あとはもうカイラル通信がつなげなくなって、まあ、この先の話になるんですけれども、今西まで来ましたよね。東へ帰ってこいっていうミッションがありますね。もう無茶ぶりもええとこなんですけどね。しかもカイラル通信使えないんで、落ちてるバイクとかは使えるっていう感じですね。はい、というわけで、どうしましょうかね。一応まあこれ初見の時の動画を今までつなぎ合わせてきて、でまあ途中からねもう
第1弾第2弾第3弾ぐらいで多分これ延々荷物運んでるとこ見せられても面白くないやろなということで、そこからは割とキャラクターに当てて、解説してきたんですよね。だからまだ僕デスストランディングのプレイ動画ってほとんどないような状態なんですよね。今の魚のとこ渡るところがだいぶ久しぶりのプレイ動画になるんじゃないかなっていうとこではあるんですけども、いろいろ考えてまして、配送ナンバーですよね、1から70まであるんですかね、もうほぼイベントだけのナンバーとかもあるんですけど、そんなんまあ飛ばしてもう普通にそれぐらいは、依頼ナンバー1、2、3、4、5って順番にやっていこうかなとは思いますね。それは2回目っていう感じで、割と攻略法とか、気をつけた方がいいよみたいなところは言えるかなと思うんで、それはちょっとやっていこうかなと思います。で、あとあえてオフラインでやってみるっていうのね、それもやろうかなとも思ってるんですけども、ちょっとね、何をどういう順番でやろうかなっていうのはちょっと、考えてはいないというところですね。で、あとまあ時系列で整理してストーリーを、解説しますみたいな、そういう動画も作ろうかなと思ってるんですけども、これは結構時間かかるんでね、そういうプレイ動画を上げながら作っていって、どっかのタイミングで上げようかなとは思ってるっていうところですね。あとは何しましょうかね。あとジップラインですかね、雪山攻略でジップライン使うと結構楽ですよみたいな動画も上げようかなと思ってて、もう撮ってはいるんで、あとはちょっとちょろちょろっと編集加えて、アップするだけかなっていうところです。だから次多分、ジップラインの動画を出そうかなと思ってますね。はい。で、その後は、ストーリー解説ですよね。それを作りながら、一個一個依頼を一個一個です。ナンバー1から順番に上げていくやつをやろうかなっていうのと、でオフラインでやるっていうのはどうしようかなって感じなんですよね。BT 戦がだいぶ不利やと思うんですよね。助けてくれる人がいないのでオフラインやと、それでも多分いけるかな、いけんことないんちゃうかなと思ってるんですけどね。一応ネットに繋がなくてもできますよ、でもネット繋ぐのが推奨ですよみたいなのがあったので、多分クリアできるようにはなってるとは思うんですけどもね、無理ゲーとまではいかないんですけれども、はい、基本的にこのゲームはね、繋がりを第一にするというものなので、オフラインよりかはオンラインでやった方が絶対ええとは思うんですよ。そこまで人に邪魔されるみたいなこともないのでね、だからこうランダムでなんかこう、なんていうんですか、建設物があったりとかするっていうのを他のユーザーのものでできるっていう感じですね。だから感じにランダム感は味わえたりしますね。あんなところにジップラインがあるっていう、ここに立ててちょっとショートカットしようとかね、そんなんもできますし、シェルターがあって助かったみたいなねとか、僕も今この動画の最初の方でね、ちょっと休んでいこうみたいなことしてましたけどねとか、時雨シェルターもそうですよね、あったら嬉しいみたいなのがあるんで、オフラインやとそれがないって自分で立てとくしかないっていうのがあるんで、2周目とかであえてオフラインっていうのはありかなっていう、そんなは思ってるっていうとこですかね。はい、です。いよいよ大詰めなので、もうこっからはね、もうほぼほぼ、ボスを倒してイベント見てみたいな感じになるんで、ちょっと動画は作りにくいかなっていう感じなんですよね。あとはヒッグスの動画を作るか、そんなとこですね。ブリジットとかアメリとかダイハードマンとか、あの辺の動画を作ろうかどうかってとこで悩んでるかなってとこです。確実にあるのはもうストーリー解説ですね。動画は作り始めようかなってとこなので、今回は、この辺で終わっとこうかなと思うんですけども、次回はそんな感じになってますんでね、ちょっとどういう動画が上がるか分かりませんが、またよろしくお願いします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。